今年最後の配信ってテロップを入れましょうか。こんばんは、ご実家ですか？ご実家です。お家に帰ってきてます。生誕ティー買えなかった。それは悲しい。作ろう自分で。公園お疲れ様です。実家でゆっくりできた。よし、実家でゆっくりできるんだ。ねんねカラコンしてる、可愛すぎるんだけど。してます。逆転王子様、逆転王子様、見た目は悪いけど、ドゥドゥやりました。実家です。大阪に帰ってきました。大阪なの？大阪ですよ。帰ってきました。パパは？はい、います。実家とか早い。もうすぐ帰ってきました。好き好き好きが最高だった。出てないです、私。好き好き好きによって出てないです。めちゃくちゃに可愛い。ありがとう。出てないです。この髪型いいね。可愛いでしょ。今日すごい、なんかメンバーさんとかにもあのカラーコンタクトつけてるんですけど、可愛いって言ってもらえてよかったです。パパ登場するのか。誰でしょう。パパちょっとあのあれやんて、年越しそばの、うん、にかけた、うん、七味の粉が喉チンコの裏にひっついて、うん、喉がちょっとおかしいね。さっきからずっと咳してる。いつもかけすぎるね。髪型の願いちゃんも可愛い。ありがとう。プレゼントあったか。大晦日なので受け取れませんでした。いつもスタッフさんが出してくださるんですけど、それが今日はできなかったので受け取れなかった。悲しい。いえん。この後のカウントダウン公演見るの、ね、カウントダウン公演って何時から。12時過ぎ。あ、そうか、ね、12時ちょっと手前か。そう、過ぎてるんじゃない。だってカウントダウンでしょ。あ、そっか、11時何分からと思う。23時30分あ、11時半ね。なるほど。ネガちゃん、おでこ出しも可愛い。ありがとう。丸メガネが見たかった。持ってきた。はい。その後ろのワンダーコアがさ、はい、物置になってるの映ってない。それあかんのじゃん。映ってる。あかんやつや。オッケー。こっちか。じゃあ今皆さんが、まあ、今丸眼鏡が見たいって言った方、この金色のやつか銀色のやつ、どっちが好き。銀かな。今日は銀だな。銀パパ、うん、銀だな。銀です。銀、ね、娘のどっちでもよ。パパさん、今夜も飲んでますか。まだ飲んでないよ。まだ着いたばっかり。飲んでない。あのカウントダウンで飲むね。うん。年越しそばをいただきましたね。美味しかったです。生のそばやったっけ。生そばね。生そばを食べました。今日はありがとう。イエーイ。
逆転王子様、よかった、ありがとうございます。ももちゃんは元気ですか？もうおらへん。ああ、ママのところでね。あ、ママのところで寝てます。うん、ほんとかわいい。どうしましょうか、どうしましょうか。生そば、木そばや。生そばを木そばへっていう。へえ、そうなん。うん、勉強になった。パパが茹でました、ママは茹でてません。出前取ったの？ん、うん、おね、頼んどいて、名古屋で頼んどいて、うん、取りに行って、今か持って帰ってきて、うん、あのこっちで。だからお出汁も全部そこのお蕎麦屋さんのやつを頼んどいてした。今回は美味しかった。でもめっちゃ、いつもと違う雰囲気、かわいい。イエイエイ。実家やからあれじゃん、あの放送が安定してるんじゃん、配信。そうですね、幸せ。 Wi-Fi がブンブン飛んでるな。かわいすぎるやろ。ありがとうございます。深井ちゃん、おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。うちはいつも生じゃなくて冷凍のそばだな。美味しければいいんです。そうそう、だってどん兵衛の時もあったもんな。うん、どん兵衛好きな時あって。そう、明日の朝はちょっと憂鬱ですな。じゃん。おせち嫌だ。お餅、ねがいちゃんの生誕はいつやるのかな。休みばかりやん。そうやね、休館日ばっかりで今。本当だね。どうなんだろう、私も予測不可能なので。2月の西ちゃんだけなったりしてそれは泣けるな。あのやめます。うちはカップ麺にした。いいよね、カップ麺もね。うん、カップ麺、パパカップ麺の時よあったよね。からうん、だね。いつも親戚の人がそばを持ってきてくれてます。すごい、いいね。そうはな、いいな。年始めの公演での書き初めに書くことを考えてる。やめてパパ。知らん。考えてない。緑のたぬき食べます。美味しいよね、緑のたぬき。椎名林檎さんが今歌ってる。カップ麺にエビ天入れたよ。美味しいよね、エビ天。今年今日エビ天入ってたよ。入ってた、美味しかった。今回はとろろそば作った。とろろそば作ったってすごいね。そうか、みんな食べたのかな。温泉の配信しますよね。うん、あのその環境によって、環境によるけどね。もしかしたら電波悪かったら途中で切れてもらうかもしれないけど、うん、なんとかなんとか頑張ってな、うん、毎年恒例やしな、うん、見に来てくれるんかな。正月やもんな、いつもなんか少ないな。うん、かわいさ爆発じゃん。うるさくてごめん。年越しカップ麺まとめられてますが、自分もです。年越しカップ麺調べてみよう。年越しそばにおすすめの、うん、カップ麺って美味しいですよね。今日はカウントダウン公演のスタンバイでパソコンかスマホ前にいる人も結構いそうだね。確かに浴衣は明日の夜かな。どうだろうね。できたらしたいんですけど、電波によるよね。浴衣はあれやわ、明日はじいちゃんのとこやから。明日は
明後日しあさってです。明日は2日3日のどこかやな。そう多分な。神田祭り。なんかすごい本格的なさあ、これママ食べた。そばどころ、これ食べたやん。ママ願いがスーパーで売ってたやつ、辛いやつやん。あ、美味しいから、まあまあだ、また買った、買いに足しに買い足しに行った。また見つけたら買っといて、うん、港屋の初のカップ麺らしいです。めっちゃ美味しい、辛いんですよ。パパも絶対好き。瀬戸里最高だった。 U18 公演、パパ知らん曲いっぱい。アンダー18公演、間違えた、知らん曲。私も全然知らない曲ばっかりでした。けど今日はあれやね、願いまあまあ前の方におったから。そうですね、珍しい。珍しくな、見やすかったよ。逆転王子様を踊らせていただきました。パパ様見に行ったの？パパ様行かせていただきました。はい、あゆもんさん、お疲れ様です。ねがショールーム、うん、もっとうん、新幹線の切符簡単に取れた。おお、アンダー18は本当王道アイドル公演だったよね。私が絶対にやらない曲ばっかりでした。どん兵衛、関東と関西で出汁が違うんやって。なんか前テレビでやったような気がするな。やっぱ関東の方がちょっと濃いんちゃうかな。関西の方がカツオ出汁ベースやけど。丸メガネつけてもらったので握手券申し込みました。ナイスナイスナイス、ありがとうございます。関西が薄味でも楽しかったです。すごい、なんか今日の公演いい締めくくりになれたなって思います。ペットさん何飼ってるの？トイプードルです。モモちゃん、願い一家の皆さん楽しい配信ありがとう。来年もよろしくお願いします。お願いします。願いの逆転王子様でガチ恋になったので握手さっき取りました。やったー、ありがとう。やっぱりやってもらえよね、うん、どうしたん？ちょっとここが痛くなる、ずれてくるんよこれも。あ、外したっけ。はい、今大阪の実家なん。はい、カールは買っていますか？関東では売ってないの？カールおじさん。カールおじさんは売ってない。カールが、はい、カールが売ってないんやって。おかしい、おかしい、なんで？やった、今なら言える、ねがいちゃんの個別取ったと。やった、北海道も売ってないの？なんで？悲しすぎん？今日やっぱり根があるやで。パパらこっちの立ち見の奥におったやんか。うん、あのなんかいっぱいなんかいっぱいなんか関係者の人かなんかわからん人いっぱいおったわ今日。うん、あの人はずっと多分カウントダウンもおるんじゃん。それは取材とかもあるのか、わからないけど、いろんな人がおったけど、うん、名古屋ルッキーあんま見ない。カールは名古屋で見たことないね。
カールを注目して探したことがないから分からんけど、ポテチの横に絶対にあるイメージやね、願い的に、うん、そう、あのこ大阪にはな、最近だけどカール見にいいよな、ほんまに業務用スーパーとか、パパはカールのカレー味が好きやん、でも好んであんまカール食べない、まずなんでパサパサするから、うん、以前は全国販売してたんやって、今日のために酒井来てよかったわ、好き、やった、ポテトチップスは薄塩に限る、うーん、私は海苔塩が好き、そう、ママコンソメが好き、ほんまに、あ、ママ薄塩が好き、うん、うまい棒やったら何味が好き、願いは明太子、うまい棒もカールみたいなもんじゃん、食感的に、うん、何が好き？いや、何味があるのか分からないけど、明太子とか、パパうまい棒世代じゃないやろ、ちょっと、あ、そっか、50歳超えてるからうまい棒世代ではない、コーンポタージュ、コーンポタージュ、ママコーンポタージュ、なんかママはうまい棒世代を前に出してるけど、そんな変わらんでたし、ショコラポテトチップス好き、そんなの、パパの北海道のなんかあのチョコレートまぶしたやつ、あの、あ、あれやろ、ポテトチップスにコーティングされてるやつやろ、なんてっけ、ロッキーじゃないわ、ロックじゃないわ、なんてっけあれめっちゃ美味しい、しょっぱいのに甘くて美味しい、あれなんだっけか、なんちゃら何だっけ、ロイズ、ロイズや、ロイズは好き、ロイズ美味しいやん、けどあれ必ずデブになるよな、うまい棒はサラダ味おすすめです、え、食べてみる、またまた機会があれば、カロリーえげつないから無理、駄菓子屋さんとかちっちゃい頃めっちゃ好きでした、ワクワクする、うまい棒プレミアムのわさビーフとかも美味しい、そんなんに、プレミアムうまい棒っていうのがあるらしい、そやパパ雑煮作らな、いらない、白味噌だよ、うちはママを休ませてくれるんだ、お雑煮作らなきゃな、てやねん、だって正月は雑煮やろ、お餅あんまり好きじゃない、普通は三が日ずっと雑煮、やだ、一時期ポテトチップス販売やばいことになってなかったっけ、そうなの、パパ様いつも自炊してるの？してるよね、うん、してる、今日のそばもパパが作ったんよ、いや、ちゃうよ、茹でたりして、そばにたで茹でたのはパパや、今日は茹でた、駄菓子でビール飲みたい、え、駄菓子でビールって飲めるの？飲めるよ、あ、じゃがいも不足してたからポテチ無理やった、あ、なるほどね、うん、かよ、カウントダウンのビールの当てがないぞ、料理の腕はどれくらい、美味しいですよ、どうするよパパの料理、北海道の、うん、あー、いろいろありましたよね、うん、一本じゃない、あ、一本、あ、一本、ボール見んなよ、ねがいさんはまだお年玉もらえますか、もらえます、おしゃれにお金を使うのでお年玉もらっておしゃれしようと思います、やらなかみたいだね、はい、知らんかった、もらうぜ、願いも一応働いてんじゃん、うん、
うん、やっぱり子供の時計は使っとかないと。ポチ袋でもらうの。まだ16歳ですもんね。そうだよ。いくら包む？誰に？願いに。質問してきてる方々。今日なんか言うとったな。願いは16歳だから16円。ルーちゃんが言うとった。それ。え、嫌だ。そんな。パパさんからいくらもらえるのかな？どうだろう。もう30歳いじりはいいよ。もう30歳いじりは大丈夫。俺思うねんけど、二十歳とかには見えへんで、どう考えたって。周りが若々しい子が多いからそう見えるんじゃない？もうちょっとで終わる。あ、ちょっとコメント読もう。あ、コメントじゃなくてギフトを先に読んでおきましょうかね。あ、5分前でいいんじゃん。目がすごいよ。ずーっと9回。いつ私やるの？今回の誕生日の日は鉄だ。それから17、18、19、29回。いい公演してくださいよ。いい公演5日にあるんやろ。うん。それいい公演投げよう。全然当たらない。絶対外される。全然当たらない。絶対外されるパパ。いや、なんか窓辺に乗ってんで。何が？佐藤すみれ2021年にランジェリーを作ることに。おお、すごくない？おめでとうございます。お邪魔したいです。買われへんやろ。だけどこれは願いが行く。これを買いには行かれへん。願い一緒に行こうや。うん、この前行った時願いがあって言うとった。うん、ちょっともうちょっと綺麗になっていきます。2021年ということは再来年やから。願い18歳。18歳は何をしてるかな。パパ買いに行く。あ、エコパのコンサートもあるから基本的に少なくなるらしい。今年も最後までありがとう。もうずっと大好き。ありがとう。蛇が来るって口笛吹いたら。そうな、うん、なんかよう言ってたね昔。うん、昔親父が言うとったな。ももがめっちゃ蛇かいてんで。もじゃもう疲れないんやった。間に合った。こんばんは。こんばんは。願いにお年玉をあげるにはどうすれば。あ、1万円までなら現金もあかんのかだけど。あかん。プレゼント。さーてさてさてさて、りんちょ、みんな今日はあれカウントダウン12時までと起きてるわけや。うん、ブラファネックさんが良いお年を、鈴木さんが良いお年を、江口さんが良いお年を、トロロンさんが可愛い鈴木さんが良いお年を、シゲさんが良いお年を、ナルさんが良いお年を、腹の下がポニョさんが良いお年を、ユウキさんが良いお年を、
ブラワネックさんが可愛い、ナルさんが可愛い、シゲさんがタコ、ナルさん似合う、トラビシアさんが良いお年を、トロロンさんが良いお年を、ナオちゃんさんが可愛い良いお年を、ユウキさんが良いお年を、ありがとうハート、トロロンさんがダルマ、シゲさんが花束、トロロンさんが良いお年を、鍋風さんが良いお年を、ユウキさんがダルマ、セイちゃんさんが良いお年を、トロロンさんがハート、ナルさんがプレゼントハート、メガネマルさんがパチパチ、テツヤさんがハート、メガネマルさんが可愛い良いお年を、ブラファネックさんがハート、タオさんが良いお年をハート、シゲさんがタコ、花束、セキチさんがクマ、シゲさんが今日たくさん来てますね、シゲさんがタコ、花束、ナオちゃんさんがダルマ、タオさんがクマ、セキチさんがハート、サチンプリンさんが良いお年を、ナオちゃんさんがハート、パンダさんが良いお年を、鈴木さんがクマハート、だるま江口さんが花束を届けてくださいました。皆さんありがとうございます、感謝します。順位を読んでいきましょうぜ。カウントダウン見たら寝ます、私寝落ちしちゃいそう。ショールームギフトじゃないわ、ライブランキング20位から読んでいきます。20位がおっぱさらへんさん、19位がじゃ韓国の方かな、魔女のこれちょっと後で調べとこう。18位が鈴鳥さん、17位がさきぽんぱぱさん、16位 S さん、15位メガネ丸さん、14位ブラフアネックさん、13位ゆうきさん、12位なるさん、11位てつやさん、10位トロロンさん、9位今野ゆうきさん、8位マークスさん、7位トモトモさん、6位トラベシアさん、5位しげさん、4位なおちゃんさん、3位鈴木さん、2位末吉さん、1位がターさんです。ありがとうございます、そして感謝します。はい、今年ももう終わってしまうんですけれども、来年も応援してくださったら嬉しいです。良いお年を。良いお年を。私の生誕祭はいつになるんだろうか。何やねんそれ。さて皆さん本当にありがとうございました。おやすみなさい。まだあと3分ある。ブチギレになる。これはもうブチギレぐらいまでいかないの。今年最後やろ。ブチギレはやるよ。ブチギレブチギレブチギレって言いながら終わり方が嫌だ。ほんで明日の朝にまたな、パンパパパパパパンパンパパパパパン、おめでとうございますどうやろう、起きてるかな。どうだろうね。その SE 楽しみにしてる。起きてるかな。インテックスに会いに行く、ありがとうございます。いつ配信ありがとう。もう私は切れませんよ。パパ BGM お願いします、ありがとうございます。24時過ぎてもできるらしいで今日は。誰が願いできへんやん。多分できへんよな。バンって切れるんじゃんこれ。あ、うん、切れへんかったらできるってことだろ。そうやな。パンパパパパパラパラパンちょっと違うよ。あれ持ってきたよかったな。三振持ってきたよかった。大好きママパパ願いちゃん、ありがとうございました。どうもどうも皆さん、どうもありがとうございます。18歳以上はできる、16歳だからできない。ダメ、アウト。バン、切れるな。切れる切れる。願いアウト。意味分からん。あるやん、20、笑ってはいけないで。え、原田アウト、うん、何々アウトってやつあるやん。原田アウトじゃないやな。パパ配信できますね、タイキック。あ、俺もだから、これ、何これ、これなんていうの、このショールームのルームを作ればいい。やめて。で、願いが時間切れで終わった後に引き続いて俺がやると。で、願いは声だけ出るって、逆みたいな感じで。パパ、キツネのお面か何かかぶって、いてるもんな、うん、おんの、うん、いるよ。まあ、イカかなんかかなんでイカやね。願いユニット最高だったじゃん、ありがとうございます。まもなく22時です。みんな良いお年を。来年も応援よろしくお願いします。おやすみなさい。あ、終わった。終わっちゃった。